なんだってレオナさんは俺に寮を預けるなんて言い出したんだか。貧乏くじっす。ロアドゥレオンは君を信頼しているのさ。ムシュータンポポ、自分のプライドを預けるに足る人物だと。信頼なんかで腹は膨れねえんすよ。後で高い肉をおごってもらわないと割に合わねえ。そうだね。そのためにも彼らには無事に帰ってきてもらわないと。ラギー先輩、メッセージ読みました。さっき学園を襲撃した連中にレオナ先輩がさらわれたって、どういうことすか。どうもこうもそのまんまっすよ。レオナさんの代わりに俺が寮の奴ら集めて状況確認するんで、君にも手伝ってほしいっす。はい、それはもちろんすけど。監督さん、あちこち傷だらけじゃねえか。もしかしてお前らも奴らにやられたのか。我々 NRC トライブのメンバーはオンボロ寮に集まって VDC の反省会をしていたところを襲撃されてね。レオナ君のようにビルとジャミル君、そしてグリム君も連れ去られてしまった。ビル先輩やジャミル先輩まで。そしてグリム君を助けようとした1年生たちが深手を負ってしまった。あいつら無茶しやがって。私は副寮長の務めを果たすため一度寮に戻らなくてはいけないが、ムシュータフガイ、監督生君と共に保健室へ赴き彼らの様子を見てきてくれないだろうか。ああちょうどいいや。ついでに保健室にうちの寮生が担ぎ込まれてないか確認してきて、ジャック君。うっす、確認したらすぐに連絡入れます。行くぞ監督生。失礼します。ステイ。悪いがベッドは埋まってる。そこの紙に名前を書いて寮で待機している。後で養護教諭が巡回を。なんだお前たちはピンピンしているな。医務室に何の用だ。